ガマの油とは、もともとは、江戸時代に、傷薬として用いられていた軟膏で、後に、筑波山名物として、土産物として販売されるようになったワセリンなどを成分とする商品である。ガマの油の由来は、大阪の陣に徳川方として従軍した筑波山、中禅寺の住職であった光誉れ商人の陣中薬の効果が評判になったというものである。ガマとは、 ガマガエルのことである。主成分は不明であるが、鏡の前に置くとタラリタラリと油を流すという、ガマの油売りの向上の一節から見ると、ガマガエルの耳五線及び、皮膚腺から分泌されるセ素とも見られる。セ素には、強心作用、鎮痛作用、局所麻酔作用、止血作用があるものの、光誉れ商人の顔がガマガエルに似ていたことに、由来しその薬効成分は、 ガマガエルやセンソとは関係がないとも言われている。主成分については、植物のガマの花粉、鳳凰ウウとする説やムカデを煮詰めた、ムカデ、バーユとする説もある。現在では、センソ、鳳ウ,ウとも医薬品に指定され、同種のものを製造して販売するには、薬剤師か登録販売者の資格が必要となる。戦前、筑波山では、ガマの油として、 本物のセンソが入っているものも作られていたが戦後になってからは規制のために作られなくなった。だが、筑波山の地元の土産品として、人中香や人中油などの商品を売り出す際に、釜の油の名称が復活することになった。いずれもセンソは用いられてはいないものの、昔から人中油に使われてきた資根なども用いられている。各社の商品により、名称と配合が異なる。 ガマの油売りの工場を江戸時代に、ガマの油の露天販売を行っていたヤシは、客寄せのために、大道芸を披露していた。江戸時代に、筑波山独にある、新張村、長井の平介が、筑波山の山頂で、自らの十倍もあるガマガるルに悟されて、故郷のガマの油を売り出すための工場を工夫し、江戸、戦争時境内などで披露したのが、始まりとされている。ヤシは、 行者風の凝った衣装をまとい、綱渡りなどの大道芸で客寄せをした後、霊山、筑波山でしか捕獲できないとする46の釜と呼ばれる霊力を持った釜ガ,ガエルから油を取る方法を語る。46の釜は、己の要望をこんなリヒラだと信じているが、周囲に鏡を張った箱に入れれば、自らの醜悪さに驚き、油汗を流すという。この汗を集め、 一定期日の間に詰めてできたものが、ガマの油である、という。ヤシは、ガマの油は万能である、と語り、まず止血作用があることを示すために、刀を手に持つ。刀には、仕掛けがしてあり、切っ先だけがよく切れるようになっている。その刀で、半紙台の和紙を二つ折りにし、一枚が二枚、二枚が四枚、四枚が八枚、八枚が十六枚、と、向上しながら、 徐々に小さく切っていく。小さくなった紙片を紙吹雪のように吹き飛ばす。このように刀の切れ味を示した後、切れない部分を使って腕を切った振りをしながら腕に血のりを線状に塗って切り傷に見せる。偽の切り傷にガマの油をつけて拭き取り、たちまち消してみせ、止血の効果を観客に示す。また、ガマの油を塗った腕は、 刃物で切ろうとしても切れず、防護の効能があることを示すというもの。ガマの油売りの工場は今日まで伝承され、伝統芸能となっているが、工場は流派や地方により若干異なる。筑波山ガマ口上保存会が結成されており、工場実演や講習などの活動を続けている。2013年1月に筑波山ガマの油売り工場として、 つくば市認定地域無形民族文化財第1号に認定された。ガマの油売りを題材に取ったり、その工場が登場する古典落語が複数ある。代表的なものとして、ガマガエルの油は、酒に酔ったガマの油売りの話であり、高田の馬場は、ガマの油売りがアダウを挑もうとするシーンから始まる。いずれも落語家による工場が見どころになっている。 ABCDEFGH が、まあ油売り工場を伝えるつくば市15年目の保存会。東京新聞。2013年12月13日閲覧。ABCDEFGH、つくば産名物がまの油、人中油として、継承志村製薬。茨城県観光物産協会。2013年12月13日閲覧。 abcdefghijkl 昔はこんな薬もありました6ガマの油ほか東京都薬剤師会北多摩支部2013年12月13日閲覧平成25年1月つくば市教育委員会定例会会議録つくば市2013年12月13日閲覧ありがとうございます